今あれだよね、令和一色だね。一色ですね。まずは挨拶で、令和、いやいや、こと言語が令和だから、ね、言語が令和、そこは挟んでくる。いや、令和いや天皇令和一色だよね。言語が変わって初めてのね、あのね、昭和のね、天皇はだいぶ乗ってた。本当に？あのね、ベスパ、ベスパ、どうでもいいんですか？ベスパ、ベスパ、あ、ベスパ、ベスパってあのね、イタリアのスポーツカーじゃねえや、スクーター、ね、あのローマの休日で乗ってやつですね。あれが初心に昭和のね、映ってる。でその後ほら違う、まあ、平成のね、平成になった時に俺ね、ちょうどね、岡山の県庁、これゲストでゲスト地下のワーケンラーをクラブで、ここから上がってきたら、ちょうどねこういうカメラがいた、平成についてどう思いますか、平成についてどう思いますか、上行かないといけない、上行くんだ、いや面白いね、あれだよね、ほら今の天皇陛下やめたじゃん、あの天皇陛下ね、結構モノマネもやるよ。どんな？そうなの？いや、ジェームスのモノマネするんだよ。歩き方。ちょっと笑えないんですけど。じゃあ俺一つ言っていいですか？皇居にだけいつも出てる雲が2つあるんですけど。雲？上？なんていう雲だかわかります？皇居の上だけに出てる雲。難しいだろ。発表します。恐れ多くも賢くも、納得しちゃったよね。ちょっと理解するのそんなわけで ね、Brazil.
生まれのビッグジョーステップの得意なビッグジョーベイビーフェイスなビッグジョーノイズのうるさいビッグジョーそんなあいつを知らないかいテキサス生まれのビッグジョーステップの得意なビッグ
紹介したんですけど、僕紹介されなかったんですけど、ベース、ギター、今日ね、あ、いたんだと思ったら忘れてたよ、忘れてたよ、そうだ、肝心な人忘れてたよ。改めて、わざとらしい紹介します。しゃべらずで人気者だった鈴木正幸の隣にいた隣にいたんだなみんな知ってますから、そんなこと。あ、そろってた。もう2回目だからな。新年会でやったんだよ、これね。やったやった。ね、なんかやっても面白いんだもんね。さあ、ここでスペシャルゲストみんな登場してほしいかな。スペシャルゲスト。スペシャルゲスト誰だっけ。ポスターに載ってたじゃないですか。そうなんだよな。鈴木雅之の向こう側にいた。それでは。登場していただきましょうか。偽。いや、登場し、とりあえず登場していただきましょう。登場。はい、久保木宏之です。どうぞ。偽久保木。どうも、久保木です。こんにちは、久保木です。すみません、秀光さん、あんまり向けてないから。秀光さん、この役割つらいですよ。だから俺、顔黒く塗ったらだいぶ似てるよ。黒く塗ったら分からなかったのに。今日久保木さん、ちょっと事情を言ってください。はい、分かりました。だからカレーライス売れてたのに、1日から4日まであいつ仕事になってしまいまして。そうらしい。元いた会社をこう変わったばっかしで、他の会社にね。だから、ちょっと印象は良くないということで、ちょっとまあ急遽来れない。僕も秀光さん、昨日電話があって、久保木来れないからお前代わりにやれよって、できるかよ思って。でもどうせ出てきたから、久保木の代わりやって。そう、ほんで顔なんで黒く塗ってねえんだよって、そんな言うてないし。いや、そんな持ってきてないですよって言うたら、秀光さん、目の前にカレーがあったんです、それ塗れよって塗れるかよ。でも僕、このために秀光さんから言われてなかったんですけど、振り付けちゃんと覚えてきましたから。いいね。ほんでこれ手袋も、ね、皆さん期待してくださいよ。ほんでこれ秀光さんの分、これ手袋、俺が手袋した。じゃあ俺だよ。はい。ああ、そう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 。ああ、これはね、これ手錠じゃないか、手袋じゃ。ケージか、お前ら、この野郎。こらこらこら、手錠やめろ、この野郎。手袋だけでもお前短縮かと思って、まあ、ドキドキしちゃうんだから。家宅捜索のこと思い出したんだから。指紋が取れないように。やかましいわ、この野郎。そうですか。それでは、行きましょう、ピエール滝さん。俺は違う、ピエールじゃねえよ。あ、ピエールじゃない。ピエールじゃねえよ。すげえ分かるだろ。あ、失礼いたしました。清原さん。そうそう、俺は清原。カッコーンってやかましいわ。違うよ。すいません。
失礼いたしました。それではアスカさんに歌ってもらいましょう。真ん中にいてどうしていいか分かんない。ねねねってバカ野郎。違いますか。違うって言ってんの。もう、ね、ないだろう。もう本当にごめんなさい。牧原のりゆきさん。そうそうそう。俺は、まあ、あのね、音楽、いい音楽作るとね、許されちゃうんだよね、この際って。ほら、やめろ。もうやめときましょう。それでは曲いきますよ。ハリケーン、真面目に踊ってね。ワン、ツー、はい。ワン、ツー、スリー、フォー。あの子さやしのさに、アイチュー、トゥー、トゥー、途中で雨降ってね、びしょびしょになっちゃったけど、どうなるかと思ったけどね。俺は地が固まりましたけどね。地がいて、雨降って地がいて、違うだな、ちょっと。地固まるだよね。地がいて、あんま回るだよ、ちょっと。大丈夫、マイク。今ちょっと抜けちゃったのね。マイク抜けましたね。田所さん、マイク入れましょうか。大丈夫ですか。何をしとんねん。一体何が起こるか分かんない状態でじゃんじゃん進んでいきますよ。マイクの線が抜けて俺が抜けちゃったってことなんだよ。なるほど、抜けちゃったってことだ。そう、ラッツ&スターを抜けちゃった。やがしやこの野郎。これクールスに持ってたじゃあ近のワーケンロールクラブね。いいですね。Yeah.
トゥライト土曜の夜はお前を抱いて、うん、それ行きましょう、ね、人生お前久保木どこ行ったんだよお前久保木どこ行った二度よお前ダメでしょ意外とでね久保木の声が違う久保木はみんな元気かちょっと高めみんな元気かみんな元気かわかりました前回3番ちょっとやってみようなんだか今よく分からなかったんだけど久保木君やって俺が教えてやってやってって分かりないってこんなんですか否定率だお前それこれは知ってるやつっていうか見るやつしか受けてないよそうそうちょっとよく分からない、なんかそう俺たちより目立つなおい目立つがダメなんだよあの一番、ま、あの久保木らしいカキカキっていうのなんだよいい、それ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 キャッキーキャッキーって言うのそれみんな、みんな理解できてないだもんねまあ、分かる人だけ分かればいいんじゃないでしょうかついてこいよ、置いてくぞいてはったと思うんだそれでは東京都の歌、トナイトいや、トナイじゃなくて、トナイトだから、トナイじゃないの、トナイト土曜の夜はってみんな一緒に言ってね土曜の夜はお前を抱いて渚で眠りたいトゥナイトトゥナイ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 
天候が変わって新しいね天候になりましたけども、これからも、佐藤秀光バンドよろしくお願いいたします。シャネルズやるとは思わなかったんだけどね、今間違えても分かんないね。みんな何が嬉しいかって、クーズのリーダーがシャネルズ歌うってことがすごいですよね。で、僕が嬉しいのはこのラッツ&ソウルの田代さんとクーズの秀美さん二人がいてるのを目の前にステージで立たせてもらってる。そんで目の前に帰れ帰れ、そう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 、いて。なんか今日さ誕生日の、そうなんですよ。今日なんとですね、いつもクールス、そして秀光さんで私を含めていつも、東北方面だけじゃなくいろんなところでお世話になっている、うん、新井くんの誕生日なんですね。新井くん、おめでとうございます。新井くん、どこ行っちゃった？出てきて。見てますか？見てますか？あれ、新井さん、どうか外の方に似てはるんですかね。新井さん、見てねえのかよこれ打ち合わせないからしょうがないけどね。まあまあそうだけど、まあ、あ、見てました。新井さん、前の方へ。いてないみたい。いない。いないってさ。はい。本当にいないの？トイレしてる。そうですか。今ちょっとトイレしてるみたいです。トイレ？はい。なんか喋ってるよ。あちゃん、こうしよう。偽、はい、偽新井くん。偽新井？え、偽新井くん。偽久保木くんやってんだから、偽新井くんもやって。俺、偽物ばっかりじゃないですか。偽物ばっかり。俺自身が偽物やし、そんで。あ、はい。偽新井。偽新井。偽新井。いや、本当に、西新井ってあるんですか？西新井ってありますけど。偽新井。偽新井。どこ行っちゃったの、本当に。どこ行っちゃったの、新井さん。誕生日ということで。来ました、皆さん大きな拍手でお願いします。そうだ、誕生日を祝いしよう。はい、新井さんです。ステージの方で、ありがとうございます。はい、皆さんご視聴ください。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear Arthur、奴隷のように使われて20年ありがとうございます。いや、奴隷みたいに使ってすいません、すいません。はい、おめでとうございます。それでは結局8ビートで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
お嬢さんが吹き消してくれてます俺のこと。俺がいなくなっちゃうじゃねえか。何があったんだ。ちょっとね。ここで、いや、ここで、ここで、ここでデビュー曲の今のほうが、はい、デビュー曲歌ってみたいんですけど、皆さんいかがですか。橋野さんのデビュー曲。まあね、ランナーウェイ、皆さん覚えていますか。ね、ね、連れて行ってあげるよって俺が連れて帰っちゃったわけですよ。ちょっとトラウマになってるんですけど、まああえてそれを歌ってみようと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ行きますよ。はい、じゃあお願いします。いよいよいいですか。来たんじゃないんですよ、ね、俺が歌ってたんじゃないの、鈴木雅之が歌ってたんですけど、ね、今回ギャグが1回だけね、もう3回やると長いって言われちゃったよ。だって中にはだってもう分かってるから、たまにはうまく歌いようとかって、たまにはって何なんだよ。じゃあ真面目にいきましょうか。真面目にやるね。はい、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
博多の塩いただきました。博多の塩いただきました。博多の塩。これ知ってる？
博多がさ、名産じゃなくて、はい、産地じゃなくて、メキシコって書いてあるんだよ。博多じゃないんですか？博多じゃないんだよ、今。偽物だ、それね。いや、偽物っていうか、今、博多で取れないらしいですよ。なるほど、なるほど。違うところで取ってるんですね。そう、うん、メキシコで取れるらしい。さすが白い粉は詳しいね。白い粉は詳しいよって、この野郎。メキシコの、まあ、麻薬カルテルか、俺は、この野郎。それではね、はい、一発でいきましょう。楽しくやってまいりましたけど、最後の曲というのでガソリンがある限り、ワン、ツー、スリー、フォ
アルコール一応帰るふりをしないといけないよね。帰るふり、ごめんなさい、皆さんが言ってるのはアルコール、なんかアルコールにしか聞こえないんですよ。じゃあアルコール、あのまた楽しく戻ったつもり、戻ってきたつもり、はい、戻ってきたつもりで、はい、そんなわけでこの辺でゲスト呼んでね、盛り上げてもらいましょう。さあ、それじゃあその前にじゃあさ、はい、何忙しいですか。やたら大事なこと忘れてねえか。大事なこと忘れてますよ。大事なこと忘れてませんか、はい、我々と出したヘイブラザー、それやってないでしょ。やってない。そう2人のヘイブラザーまず聞かせてもらうと、皆さんどうですか。なんかいつの間にかニセクモキがメンバーになっちゃってるね。気がついたら全国一緒に回ってたのかしら。回らさせていただきます。さあ、それではもうちょっと眉毛下げないとダメだなこれ。まあまあ、じゃあ行きましょう。ヘイブラザー、みんなあの、ね、あ、そう、挨拶しなきゃいけない。そう、令和って言われるから令和。いや、その令和じゃねえから令和。あの言語変わった令和は、え、いや、だからもうね、テレビ見てるとニュースで天皇陛下一色だよね。天皇陛下一色、はい、天皇陛下のモノマネできるのはあの大臣、え、すごいでしょ。昭和天皇はね、ベスパ乗ってたら、ベスパすごい、マジでベスパ乗ったらしいですよ。昭和天皇写真見たことあるんだけどね、はいはい、あの皇居の中こう走ってんだよ。すごい、ね、昭和天皇はあれ、トライクだったら面白いんじゃないですか。ほら、じゃあ知ってます、皆さん、はい、皇居の上にだけ出る雲が2つあるんですけど、なんていう雲でしょう。もう一つ、皇居に、皇居の上にしか出ない雲が2つあるんですけど、なんでしょうか。皇居の上にしか出ない雲、とんちだね、とんち。正解は、恐れ多くも賢くもっていう雲です。なるほど、素晴らしい。すごいね。ありがとうございます。理解できたかな。いや、もう今の素晴らしいでございます。できてないでしょ、理解ね。いや、天皇陛下の最近モノマネしてるのは、あのジェームスのモノマネ。歩き方ジェームスのモノマネ。いや、モノマネじゃねえから、それ偶然会ってただけだから。よいしょ、よいしょ、よいしょってなんか怒られそうだから、そんなこと言ったら。じゃあ、ジェームス様ともかくして、はい、天皇に怒られますよ。怒られますよ、怒られますね、さあ、そろそろ、そしたら、そうだ、2人のヘイブラザー、はい、ジェームスさん、田代さんのヘイブラザー、ワン、ツー、スリー、フォー。 We are in the rain, hey, 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 hey,
さる日どうしても間違えるんだね。じゃあここでいいですか、ね、特別ゲストもう一組ございます。登場していただきましょう。カウリー&カズヨシスター、カモン。マイク、はい。こんにちは。この間ね、シートスにもお邪魔しました、カズヨです、はい、はい、あ、お孫さんがあれそしてやってまいりました。そうなんですね、はい、あの、いつもね、日曜日ね、原宿で踊ってて、はい、土曜日なので誰なんだお前は。はい、はい、あと孫もちょっとなんか出てきました、シ、はい、ーちゃんです。はい、シーちゃんです。カズヨさんは、それで、あの、原宿も踊ってるんですが、そうですね、はい、ちょっと、踊ったりとかもしているんですが、はい、今日は土曜日ということで、はい、バイカーズの方からね、参加させていただきました。どうもありがとうございました、ね、楽しかったです、ね、すごい、すごい皆さんかっこよくて、はい、うん、とても感動しました、はい、あのね、はい、トライクがもうもっと乗りたいんだと思いました、思いました。すごいかっこよかったです。行きましょう。ありがとうございます。はい、歌も歌ってましてね、はい、あの、はい、ツイスティンドッグスター、そうですね、ツイスティンドッグスター、はい、かおりちゃんもあのお手伝いしていただいて、はい、いつもゲストにね、はい、来ていただいてます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。呼んでいただいて遊びに来たりするんです。あ、見たメンバーが ね、はい、はい、ツイスティン、あ、もともとね、あの、はい、ベースのせいちゃんもツイスティンドッグスにいました、はい、そして今一緒に、はい、元気でやってるけいちゃん、はい、どこどこ、ね、生で見れるのが次5月14日です、はい、そうですね、私が出させていただくのがね、はい、一緒に恵比寿の方でやりますので、はいはい、ぜひね、よろしければ遊びに来てください、はい、じゃあさらっといきます。はいはい、はい、ミマレイビーケオリかな。
Tシャツに口紅。ありがとうございます。嬉しい。
しい。デュエットになりましたね。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと胸がいっぱいですもう一曲だけね。俺なんか生活がいっぱいだから本当にあ、じゃあ前に出て、じゃあ2人で、はい、あの、じゃあ、はい、あの、これはひねみつが作った曲で、はい、どうぞ、かずよさん、はい、あの、ウイスキー・ジョーという曲があります、ね、はい、先ほどね、あの、新井さん、お誕生日の新井さんが、はい、いろいろね、震災とかね、災害があった時に、はい、あの、チャリティーでいろいろ活動してくださってるんですよ、はい、来週、再来週は九州で、はい、8月は東北ですね、はい、はい、で、あの、これは東日本大震災の時にひでみつが作った曲です。はい、ちょっと歌詞もね、よく聴いてみてください、ね、とてもいい曲です。世界広しいえども、ひでみつって呼び捨てできるのはこの人だけです。ひでぼーってね、はい、呼んでくださいね。はい、あ、はい、はい、じゃあ2人で歌わせていただきます。喋れ喋れってジェスチャーで言うんですか。マイクないかって、俺もマイク借りてんですから、これ
ねえ、だからみんなご視聴していただけます。終わりそうにないね。終わりそうにない。終わりそうにない。終わりそうにないですね。やりましょうか、なんか。やっぱチーストナンバーやらないとまずいでしょうね。さっきもやったかもしれないけど、シンデレラ行きましょう。シンデレラ。バチが当たるよ。いいですか、勝野さんから投げてあげてください。
どこ知ってるんですか。はい。はい、バチが当たるよ、バチが当たるよ。兄貴、あの久保木呼べなかったんで、ちょっとお詫びの印にさ、はい、やっていいですかこれ。あ、田代さんが、久保木さんがちょっと呼べなかったんで、ちょっとお詫びをしたいということなんで、ちょっと田代さんよろしく。まさし 200%。 はい、それでは、はい。え、東郷、大丈夫ですか。動画ダメだからね。動画はダメですからね。今日は久保木さんを呼べなかった、まあ、田代さんも責任があるということで、今からちょっと皆さんにお詫びをしたいということで。脱いじゃうん、タスオさん。やめろ。ちょっと。オッケー。みんな、五、四、三、二、一でいくからな。五、四、三、二、一でいきますんで。それでは皆さん一斉に掛け声。あの、もし何か見えちゃってもここに。忘れていってください。はい。よろしいですか。はい。それでは行きましょうか。カウント。はい。お願いしますよ。せーの。5、4、3、2、1。出とるやないかい。新子のええやないかい。重いや。たくさんでも出とるやないかい。だからこれ動画撮るなって言ってんだよ。なあ。チンコの写チンコのええやんか。ほんでこんな大きないやあんた。大きさじゃねえんだよ。大きさじゃないんですか。本当にちゃんとパンツ履いて大丈夫ですか。まさし 120% やってますんで。 200% 200% ですか。やっておりますんで今パンツ履いて、大丈夫ですか、大丈夫ですか。手伝わんでいいですか。これは手伝ったらね、ちょっとここ汚いな。でこれ誰の写真の。ネットで見つけた。見つけ外人の写真。しかしまあサービス精神があるというか。このお盆までしまってどうするんですか。はい、大丈夫ですか。もうこれで許してね。ごめんなさいです。絶対今度呼ぶから。ありがとうございました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 。田代さんがね、いや本当にね、渾身の芸を。やめなさい。シンバのこれがね、秀美さん怒ってくるんだよこれ。やめなさい、本当にありがとうございます。まあ、久保木さんが言えなかったということで、田代さんが渾身の、本当にこの時のサービス精神、田代さん本当にありがとうございます。改めて皆さん、田代正史、大きな拍手でありがとうございます。そして、佐藤秀美さん、大きな拍手でどうもありがとうございました。そして今日は本当に久保木さんちょっと来れなかったんですけど、本当に申し訳ないです。ありがとうございました。総合 MC を務めさせていただきました、武井照美子でした。どうもありがとうございました。